はい、お疲れ様です。今回はですね、前回に続きまして中島克彦選手のお話になります。前の動画でですね、中島選手の、今後の行く団体に関して、お話ししましたけれども、僕が思う中島選手のノア対談後に参戦する団体は、僕の中ではもう新日本プロレス一択なんですよね。なので今回は新日本プロレスに参戦するという体で、一体どのようなタイミングで新日本プロレスに参戦するのか、その辺の具体的な中島選手のお話をしていこうかなというふうに思います。はい、結構めんどくさいところまで深掘って考察してますんで、ちょっと長くなるかもしれないっすね。結構めんどくさいです。はい、もう僕もめんどくせえプオタって名乗ってるんで、もう本当にもうめんどくせえプオタの名にかけて、とことんちょっと深いところまで、考えてみましたんで、まあ下手したらこれ炎上するかな、もしかしたらもう友達減るかもしれないぐらいかなって勝手に僕思っちゃったりしてるんで、はい、まあそんな感じで、まあそんな余談はさておいてですね、じゃあ早速喋っていこうかなというふうに思います。はい、まず僕が考える中島克彦選手の新日本プロレス登場するパターンっていうのが、大まかに3つ、この3パターンに一応絞りました。まず1つ目のパターンですね、11月の大阪もしくは12月のタッグリーグの決勝の日にサプライズ登場、そしてオスプレイの UK ベルトに挑戦表明、矢印 1.4 ドームでオスプレイ対中島克彦の UK 戦が行われるという風な流れですね。はい、でもっと細かく言うと、ここのオスプレイ対中島克彦で中島克彦が勝ちます。で残念ながらオスプレイは1月をもって新日本プロレスを去るっていう風な形ですね。要はオスプレイ対中島をやって、まあオスプレイのまあ最後の役割として、この新しいスターとまではいかないですけども、まあ新しいこの新日本プロレスの台風の目、中島克彦というちょっと柱を一個作る一仕事をするんじゃないのかなというふうな感じですね。まあこれでオスプレイに中島克彦が勝つっていうところで、中島克彦の格っていうのが一気に上がると思うので、まあその辺も含めたオスプレイ対中島克彦戦じゃないかなというふうに思ってます。でオスプレイ対中島をやってくんじゃないかなと思う根拠が、まずオスプレイのドームでの対戦相手が出てこないなっていうところの視点でちょっと考えてみたんですけど、もう現状オスプレイってもう一通り順番通りにもうトップどころとやってしまってんすよね。まあケニーから始まり、そしてケニーに勝って岡田に勝って、あとまあ棚橋さんともやった、で内藤さんともやった、で、次世代の、スターを作る辻の格上げにも成功した、高木慎吾とやりました、憧れの丸内さんとやりました、盟友ザック・セイバーともこれからやりますってなった時にも対戦相手って出てこないですよね。一応対戦相手一応候補として何人か出てくるんですけども、一応他の中島克彦以外の候補だとジョン・モクスリー、あとはブライアン・ダニエルソン、 あとは大穴で竹下幸之助、大体この辺ぐらいかなと思うんですけども、モックスは前2年ぐらい前にアメリカでやってるから、ちょっと新鮮味がちょっと弱いなっていうところと、あとブライアン・ダニエルソンは多分岡田選手に行くと思うんで、ブライアン・ダニエルソンの可能性もちょっと消えるかなと。で竹下幸之助選手は次オスプレイと組んで、ちょっと新日本に乗り込んでもいいみたいな、そういう煽りを入れてるんですが、
今、竹下選手の格とかその辺を考えた時に、まだドームの目玉っていうところには弱いかなと。竹下選手は今のタイミングがトップスターになれるかなれない、なれるかどうかの結構瀬戸際のタイミングなんで、まだ発展途上感があるんで、まあ、ここで竹下幸之助っていうのはないかなっていう風な感じですね。竹下選手が来るんであれば、僕はもうちょっと格が上がってからが一番美味しいかなと思ってるんで、竹下の線も消えるかなと。じゃあそうなったら中島克彦かなっていう風な、まあ、そんな感じで思いましたね。はい。でもっと言うと、ここで中島克彦がオスプレイに勝って、で翌日の 1.5 のニューイヤーダッシュ、まあ、まだニューイヤーダッシュ発表されてないですけども、ニューイヤーダッシュで中島克彦対本間朋晃あたりの、シングル戦が組まれます。この時点で中島選手って、まだそのユニットどこに入るとか決まってない状態なので、まあ一匹狼の状態なわけですよ。でその日の、まあ、セミとかその辺あたりに組まれてるそのバレットクラブ対誰かの6人タッグ8人タッグとかで、試合後に中島克彦も、まあ、バレットクラブのその暴行劇に加入して、中島克彦はバレットクラブ入り、はい。なので、それ以降の中島克彦はバレットクラブのヒール中島克彦として新日本プロレスに腰を落ち着かせるんじゃないのかなという風な感じですね。まあ、中島克彦選手が、まあ、新日本プロレスに入ったらね、ロスインゴだとか、まあいろいろな噂流れてますけども、まあ、バレットクラブかなって思いますね。今のこの中島選手のこのキャラとかそういうのを僕は一番活かせるのはバレットクラブかなというふうに思うんで、まあ、ロスインゴはもう完成されちゃってるユニットなんで、今あのメンバー募集はしてないんですよね。もう定員オーバーなんで。で直近で噂されてる、10月のジャスト5ガイズの新メンバー加入、これは僕 200% ないと思ってるんで、だって 10.9 両国ってまだ中島克彦のあのノアのラストマッチ前なんで、ノアのラストマッチ前に他団体にサプライズ登場させるっていう、そんなよろしくないことは絶対ないかなって思ってますね。これやっちゃうと感覚的に2016年に対談表明した中村慎介選手、その時も中村慎介壮行試合として1月の月末に壮行試合組まれましたけれども、その壮行試合を迎える前に WWE にサプライズ登場しちゃったとか、そんなんなってたらもう中村選手を見送る身としてはもういやいやいや何やっちゃってんのっていう感じになるじゃないですか。まあそれと一緒っすよね。なのでこの両国で来るっていうことはまずないのかなと。これやっちゃうとね、中島克彦のラストマッチを見届けるこのファンの気持ちっていうのはどこ行っちゃうんだっていう、さすがにそんな不始末なことは絶対ないだろうなというふうに思うのと、まあ何よりこの中島克彦という、この貴重なレスラーの登場のタイミングをこの真田イービルっていうここの2人のそこの出し物程度の一個として使われるほど中島和彦は安くないでしょっていう感じだし、学芸会の出し物1個レベルにこの大事な登場のタイミングを使うっていうことはまあもったいないかなっていう風な感じですね。あとはもう真田太一の下で収まる格じゃないよねっていう、まあそんなところっすね。はい。まあまあこんなところをもろもろ考えた結果、中島克彦選手はオスプレイと戦った後にバレットクラブ入りというふうなのが、まず1個目のパターンとしての予想です。で、あとちなみにこれ中島対オスプレイがドームで組まれた場合、セミ前あたりですね。なのでセミで中島オスプレイだったらちょっと弱いんですけども、セミ前あたりで持ってくるんで、まあ、そう考えた時にまあオスプレイ中島ぐらいだったら大丈夫かなっていう感じですね。メインが真田ナイトで、セミで岡田ブライアンダニエルソンっていう形で持ってくると思うんで、まあそこの1個下ぐらいだったら多少ちょっと
ドームではどうなのぐらいな感じのカードでも、うん、いいかなっていう風な、視点も込みですね。はい。新日本プロレスってノアの選手に対して結構冷遇するとかそういう傾向って今まで結構見られてたかもしれないですけど、フリーとかそういう多団体の立場だったら結構雑な扱いするんですけど、本格的な入団とか、そういう契約するんだったら結構意外ながっつりプッシュってしてくるかなというふうに思うんで、まあ中島選手がねドームで来るんだったらまあ確実に、まあ、入団とかそっち傾向になるかなっていうところも込みです。はい、続きましてですね、2つ目のパターンです。5月のレスリングドンタクまたは6月のドミニオン大阪城ホールでサプライズ登場。福岡で登場した場合はドミニオンでの IWGP 戦 VS 内藤っすね。はい、多分内藤さんがまだチャンピオンなんで、で6月の大阪城ホールでサプライズ登場した場合は、まあ、G1 の賛成表明をして、まあ、G1 の目玉として中島和彦が来るんじゃないのかなというふうな感じですね。うん、まあ2019年の、まあ、ケンタパターンのオマージュなんですけども、まあまあそんな感じですね。まあこれ5月6月になると結構期間空いてしまうんで、じゃあこの空いてる期間を何すんのってことなんですけど、この空いてる期間に海外で活躍するっていう感じですね。なのでこのパターンでいくと、ノアを退団した後にすぐ新日本プロレスに行くんではなく一旦海外に行くんですよね。まあ、海外の、まあ、WWE とか AEW とかではなく、まあ、まあちょっと小規模程度の、うん、まあ海外団体をいろいろ渡って、まあ公約通りその海外で、まあ公約というか、まあ今噂されてる海外行くんじゃねえか説があるんで、まあそこの約束というか、まあそこの筋道はちゃんと通す形を通って、を作るかなという風な感じですね。なんでまあ一応海外行きましたっていう、まあその手作りですよね。まあ海外行って和彦は海外で、うん、これから活躍するんだなみたいな、そういう期待、そういう風に目線を持ってかせといて、忘れかけてるぐらいのこの5月6月っていう時期にサプライズ登場させるっていう、うん、まあそんな感じですね。まあこれはですね、かつてありました石森の法則ってあるんですけど、石森選手もこのパターン、これと似たようなパターンだったんですよね。ノア退団してで世界に挑戦しますみたいな、ことを言ってたんですけども、でも海外で活躍2ヶ月くらいかな、ちょっと活躍して、でその後の、5月に、ボンソルジャーとして新日本に登場したっていう、うん、まあこの石森選手のこの過去の事例があるんで、まあそこのオマージュですよね。なのでまあこういう一旦海外挟んでからの新日本プロレスっていうパターンかなというふうに思いますね。うん、でまあこの5月6月で来た時も、まあ、バレットクラブメンバーとして登場するんじゃないのかなというふうに思いますね。うん、まあこれ僕がバレットクラブにこだわる理由として、このヒールで戻ってきた方が中島克彦のこのキャラとかを有効利用させやすいんですよね。うん、一旦海外に行ってこの後に新日本プロレスっていうパターンっていうのは、まあ、あくまでこの海外に行くっていうのはこの、まあ、新日本プロレスに行くための、まあ、カムフラージュ的な役割なんですよね。まあカムフラージュ兼、まあ、ちょっとしたまあその批判を防止するっていう、そういう役割も含まれてるかなっていうところなんですよね。うん、やっぱりどうしてもノア退団してすぐに新日本プロレス行きましたってなると、やっぱりこれってまあ批判の対象になっちゃうかなっていうふうに思うんですよね。ただここでまあ一回海外を挟むっていうところにすると、まあその直結で行くよりは多少ともそのイメージ的には、うん、多少はまあオブラートにできるんじゃないのかなっていう風なところですね。で何よりまあ今回のこの中島選手のこの対談に関して、丸藤さんが割と好意的な感じでコメントしたりとか、あと武田社長が、うん、武田社長からも前向きなね対応してもらったとかっていう、まあ、そういうバックアップがあったっていうのも出てるんですけれども、あくまでこの
全面的な好意的な面っていうのはあくまで海外に行くから割と好意的に捉えてるんですよっていう、まあ、その意味合いだと思うんですけれども、ただこれが期間経ってヒールとして戻ってきましたってなると、一応建前上はこの丸藤さんとか武田社長っていうのはいやいや そんなヒールになるなんていうことは全然知りませんでしたよ、我々は海外に行くっていうところでバックアップしたんですよっていう、その一応言い訳とか辻褄は作れるんですよね。まあ、もちろんこういう海外行って後に新日本プロレス行くよっていう流れはもちろんね、ノアの関係者たちもみんな知ってるんですけども、ただ一応その建前上ですよね、世間体を目にした時の建前上に辻褄合わせが、作りやすいような形を作るこういう海外を挟むっていう効果かなっていうふうに思うんでね。なのでまあこれやね、これだったらね、中島選手がヒールとして新日本プロレス参戦してもキャラがヒールだからなんて言ってもこう言い訳って聞くじゃないですか。ベビーフェイスとかのキャラで言っちゃうと結構これ批判とかそういうコメントとか来た時にやっぱり返しづらいんですけども、ヒールだったらまあ例えば無言を貫いたりとか最強を求めてここにたどり着いたとかっていう、そういう何とでも言葉って作りやすいと思うんでね、だからそういう面も含めてやっぱ中島選手は新日本プロレスに来るんであればヒールとして入った方が全てにおいて、利便性が効くかなという風なところっすね。まあヒールで入った方が、まあ、批判とかの目も抑えられるし、そこに対してのコメントもしやすくなるかなという風に思うんで、まあそんなところもあって、まあ、僕はバレットクラブの勧めをしてますという風な感じです。というわけで要は今噂されている一つの中島克彦のこの海外挑戦っていうこの噂っていうのは、まあ、後のこの新日本プロレスに入るための新日本プロレスに直移動ではなく、そこのイメージダウンを最小限に抑えるための1回海外遠征ハサミで、丸藤さんとかノア関係者が、全面的にバックアップするっていうのは、まあ、いわゆるもうすでにこの新日本プロレスに行くための、まあ、アングルが始まってるんじゃないのかっていう、まあ、そんな感じっすね。まあこの辺も大人の事情でやっぱり直接ねライバル団体の新日本プロレスに移動しますっていうのは、まあイメージ的にもねそれはどうしても出せないと思うので、なのでまあこうやってねちょっと回りくどいやり方かもしれないですけども、一回海外を挟むっていう、まあ今噂されてるこの海外っていうのはこういう背景もあるからこそ、まあ海外の可能性があるかなというところはありますね。はい、まあ正直お前それ考えすぎだよ、お前失礼なやつだな、ほんとめんどくせえわみたいな感じで思われるかもしれないですけども、いやまあ言うてもねここ最近膝の負傷っていうさ、そこの怪我を偽って裏切りっていうストーリーにつなげた前例を最近見たばっかりなんでね、だから僕の中でこうプロレス界隈におけるこう誰かの発言とかなんかそういうのってもう信用できなくなっちゃってるんですよね。もう坂口誠二じゃないけども本当人間不信みたいな、まあ、そんな感じになっちゃってるんで、やっぱりこういろんなね、ことを考えてしまう、こう悪い癖がね今またどんどん増え始めてるんで、まあこういう結果になっちゃったんですけども、まあめんどくせえプオタならではの勝手な主観です。はいはい、で続きましてですね、3つ目のパターン、 1.5 のニューイヤーダッシュでサプライズ登場。ここ 1.5 のニューイヤーダッシュ で初めて登場した時っていうのは、まあ、これもまたバレットクラブ新メンバーぐらいの新メンバーとしての、まあ、ニューイヤーダッシュで来るっていう風な感じですね。で2月の大阪で内藤さんに挑戦するっていう、まあそんな感じですね。なので、まあ、1.5 ニューイヤーダッシュのパターンだと、まあこの5月6月で来る2つ目のパターンのちょっと期間短くなったバージョンみたいな、まあそんな感じですね。まあ 1.5 ニューイヤーダッシュで登場だったら、まあ2ヶ月くらい海外に行けるんで、まあこれもさっきのパターンと同じように、一応海外に行きましたっていう、その一応ねそこの体は一応作れている感じで行けると思うんで、まあこんな感じのパターンもあるかなというふうなところですね。はい、まあもちろんこれも
バレットクラブのメンバーとしてなんで、はい。で、僕がこうバレットクラブってこだわる、まあ、理由のもう一つに、この長嶋一彦がバレットクラブに入ることによって、来年の新日本プロレスっていうのは、このバレットクラブのトップを、フィンレイと中嶋勝彦っていうこの2人を、まあ、トップっていう、まあ、2トップ体制でこうやっていくみたいな、そんな感じじゃないかなっていうところもあるんですよね。まあオスプレイがいなくなるのが前提で話すんですけど、まあオスプレイがいなくなったのは後がまって、まあ僕はフィンレイが入ってくるかなって思ってるんですよね。まあ実力うんぬんはどうのこうのは置いといて、フィンレイはもともともう来年あたりは絶対プッシュくるなって思ってるんで、今こそネバー戦線で隔離されてますけども、多分ドームでネバーをファンタズモに渡して、来年あたりはもう IWGP 戦線に絡むぐらいの確認持ってくるっていうふうに思うんで、ただ露骨に急にこうプッシュするのって違和感がバリバリあるんで、なのでそこのフィンレイのプッシュっていうのをよりスムーズにするために、中嶋勝彦っていうもう一人のトップ2トップ体制にして、中嶋勝彦もにもスポットを当てながら、その横でしれっとこうフィンレイの格も徐々に上げていくっていう、まあこういう目論見もあるんじゃないのかなというふうには思ってますね。はいはい、まあなので来年の1月2月シリーズあたりはバレットクラブ対ロスインゴの構想ね、2大タイトルマッチ、中嶋克彦の IWGP UK に、高木挑戦で、内藤の IWGP にフィンレイが挑戦で、どっかの後楽園で内藤高木対フィンレイ中嶋みたいな、なんかそんなタッグマッチもやってきそうかなみたいな、なんかそういうところもちょっと一瞬見えてきたっていう感じですね。はい。あと中嶋選手これバレットクラブ入ったら、これ僕の勝手な妄想なんですけど、なんかそのうち誰かのインスタとかツイッターとかで、ケンタ、石森、勝彦、この3人あたりでこう飯食ってトゥースイートポーズしてる写真上げてきそうかなみたいな、なんとなくそういう絵もちょっと見えてきたなみたいな、でなんかコメント欄にこの3人熱い、マジ燃えるわみたいな、なんかそういう書き込みも入ってるんだろうなみたいな、なんかそういうところまでちょっと見えてきたっていう、はい、まあ僕の勝手な、今考えてることです。はいはい。まあというわけで、まあいろいろと予想しましたけれども、はい、まあ、まとめると、僕が思う中嶋勝彦の、これからの登場タイミングは 1.4 ドームでオスプレイに UK 挑戦、2つ目のパターンがちょっと期間を空いて、5月6月あたりに忘れた頃に、バレットクラブメンバーとして登場、はい、で3つ目のパターンが 1.5 ニューイヤーダッシュ、ドームが終わったぐらいの新しいスタートの時に一つの目玉として登場っていう、まあ大体まあこんな感じですね。はい。まああくまで僕の勝手な予想なので、実際これになるかどうかっていうのは置いといて、まあなんとなく現時点で今こうパッて思いついたのがまあこんな感じです。はい。まあもちろん今後の流れとかでまた別な予想とかも出てくるかもしれないですけども、現時点だとやっぱりこの考えられるこの資料というか考えられる要素が結構限られちゃうんで、まあ、これから先いろんなこう展開が増えていくと、この予想をするためのね、あのこの材料ネタっていうのがどんどん増えてくるんで、そうなったらまた違う見方もできるかもしれないです。はい。まあ今現時点だとこんな感じです。はいはい。というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、中嶋勝彦の対談の話題が出ちゃったことによって、イケメン二郎の居住先にほとんど誰も興味がなくなってる今の日本プロレス界の現状ってこと。